ダンスため久しぶりに出しがします。さあどうだ。しかしペカンダが軽いカメラが返せ。マジンダが攻撃を叩き込んでいきます。マジンダさあ3本目にマジンダがさあブライトリキック。さあそのままポケヘル俺を返していくか。さあこの予想にキックが入りました。どうだ。11月の9日ヒートアップ名古屋大会が迫ってまいりました。ダークマッチの渡辺博士対マンモス半田、非常に不安です。今日戦ってみて俺は安心しました。一緒に名古屋をヒートアップさせよう。腕を決めようかという構えですが、さあ今度はコード丸めてきた。さあどうだ。最終の敵のスリーカウント。さあこれはさあこれはさあこのまま、パワーで持ってるのか。パワーボール途中まだまだここから反撃をしていきたいところ。勝負したらシングルでやるの。じゃあ若手で誰が一番強いか決めればいいやん。俺も負けるやん。名古屋で誰が強い決めたらいいんじゃないか。自分もその足乗りますよ。喧嘩するなら僕も終わってやってやるってよ。じゃあ俺も混ぜてもらおうか。その代わりいつまでも便利屋じゃねえぞ。やってやるって。もう痛いってことだけど、この場に一発目ところで痛いってことだ。